連絡所では OK やってくるね。いろいろな出し物があって子供と一緒に楽しめました。地震はありましたが魅力的な地域だと思うので来年は写真展にも参加したいと話していました。やっぱ飯はここじゃ食うとこねえんだな。ないだからもできちゃうんだ。高橋直子さんは今年は地震で悲しい思いをした人もいたと思うが、このマイクロバーサーもやぶしちゃったんだね。だと思うよ。それだからこんなに来たってできないよ。できないね。うん、用意ができないよ。うん、だってもうよく来たと思う。何時頃になって、うん、だからもうあれが9時まででも一般の人は入れなくても、うん、あの人たちは入られるね。普通に過ぎたって言われる。それはもう入っちゃえばね、作るわけじゃねえから、うん、であんだけゾロゾロってきたんであの分だけ作るの大変な詐欺だよ、うん、うちらのだけ作んだってあんだけ回ったんだからね。え、うん、まあ天ぷらで全部あんだろうけど、うん、前の夫婦2人はなんか焼肉とかだったからなんかすぐできてる人、うん、焼肉は2人分、天ぷらよりも早いよ。夫婦の人でしょ、うん、おじさんとおばさん向かい側の席で食ってた、うん、あ、野球見てるから、野球あるでしょ、うん、だから出てかないでしょ。そうそうそう。現在、注意報は出ていません。明日の予報、上越と中越は晴れで、夕方から曇り、ところにより夜遅くは雨が降るでしょう。ああいう食い物屋さんはうちみたいなお客が一番いいんだよ、うん、来たら食ってすぐ出てちゃうんだもん、うん、おたたしてないもん。ラーメン屋でもどこでもじゃあ、あの風が長すぎんだよ。まあ、それは言ってもしまうね。だって一緒に入った家族もみんながいなかったよ、うん、それは言ってもしょうがない。ここまで新潟からは山崎がお伝えしました。あそこの新木場のいっぱい飲み屋のあれが言ってたよ、おばちゃんがよ、こんな連れのお客が一番嫌だって。長っちりだから。結構長いしたよ、結構10近くいてるよ、うん、だからこんな連れのねお客ってのは大体が長っちりなんだって。あ、何分ぐらい待ってなしゃあねえか。それは分かんねえ。10分ぐらい待ってる、うん、だから簡単に言うとさ、こういっぱい飲み屋なんてのはさ、大体お父さんらでもって1時間弱でしょ、うん、3人4人でさ、3人か3人で4人弱でしょ、うん、入ってから6時半ぐらいだった。1月起きて、うん、1時前1時前だね、うん、サザさんやったら1時間弱いたんだ。だね、うん、待ち時間、朝1時間弱いたね。待ち時間が長いんだもん、しょうがない。まあどこでもみんなそうだけど、待ち時間がね、うん、待ち時間はしょうがない。天ぷらももっとうまかったらいいかと、うん、うまかった。やっぱり うまいがろう、客組んでだろうね、うん。天ぷらはベトッとしてなかっただろ。してなかった。カラッとしてたでしょ。だから時間通りだもん。
西武は自分私鉄だし自分のところの球団だからドイドイやっちゃうんだもん。全部お客さんだもんね。そう。それはしょうがない。阪神の4番。阪神の4番。阪神だって数字あり甲子園。ある程度野球が長引けば電車遅らしちゃうんだろ。遅らしちゃうっていうか出しちゃうんだろ。出しちゃう。時間遅れたやつをお客さんだもん。そこが施設のいいとこだもん。融通性がよ。野球試合経過見ててあれなんだろ。走ってかねえんだもん。前も走る。そりゃそうだけど。言ってもしょうがねえ。無得点は29イニングでストップ。おお。いい投手にどいちゃった。持ち帰るんだな。寿司もどこ行ってもこういう道路沿いにあるね。
はま寿司と競争だ。このコーラルゲンテもどこ行ってもこの解説数にあるな。今バッターの見送り方どうでしたでしょうか。いやタイミングがちょっと狂われたなという印象ですよね。今ストライクカウントだあのストライクゾーンだったらね触れなかったんじゃないかなという印象ですね。これまだ投げてないんですかね。そうですね。スライダーあるいはカットボール持ってきたらそういったボールで持ってきたりしたボールカットゼロボールストライクです。
4回まで終わって4対2ベイスターズのリード2点で今三浦監督が出てきて選手の交代を告げました。あるいは先発大関をここで変えるということになるでしょうか。4対2じゃまだ分かんねえな。ここでご紹介します。ベイスターズは今日は8人です。左ピッチャーは坂本とロングリリーフもできる浜田、右ピッチャーは4対2点を追いかける5回の表ソフトバンクホークスのインジャーズ1ボール2ストライクから
ちなみにチャーズは交通量が多いな。一応これ、フェルダーの1回だね。一応ベンチとは見えない。Thank you.
京都ですね。そうですね。やっぱり次の一戦がという展開になってきましたよね。そして先ほど素晴らしいピッチングをした浜口に変えて、はい、代打佐野が出てくる。この一戦をどう中で飯食えれば飯食って、うん、非常に楽しみ場面になってきましたね。代打のコールがない中で先にファンが佐野の存在に気づいて拍手を送ってきました。佐野はこれ左の佐野ですが、こちらの方ではマウンドには行きましたが、ピッチャーはそのままですね。8時だから飯はきついけどな、相手は。このシリーズでは古谷の方がうまくいけば9時ぐらいまで食える場合があるかな。綺麗に積んでんだろうから。チンで。